2期当選出た？嘘でしょ、うん、え沢田2期当選出たの？出てないでしょ。俺のとこ出てない。え、マジで？ほんと？マジ？嘘？え、マジで沢田出てないよ。だって俺の見てるページはまだ出てないけど。うん。法制で出た？マジ？うん。沢田レオ。え、ほんとじゃ嘘通ったの？うん。マジで？うん。っていうのもおかしな話。比例当選。出課金のようになかったことにされる。いや、あのね、配信中にね、見守ってますよって LINE 送ったらね、ありがとうって既読ついたのにね、沢にき、法捨てで当選って出てたみたいですよって送ったら既読つかなくなったもん。もうやめてるよね、これ間違いなく。さっき送ったらつかなくなったもん、既読すら。ああ。もうつかなくなったよ、これ先生はこれ。あららららら、もうね、それどころじゃないんだよ。まあ確かにね。国会内見学配信頼もうよって。新人なのに。沢田力の事務所ってどこにあるんだろう。サブでさ、ちょっと録画を残さずにさ、マック食いながらさ、見に行こうぜ。のりちゃん来てて、え、嘘？あれ？来てって言ってる？うん。マジで？本当に？マジで？コメいた？本人いた？じゃあサブで行こうかな、サブで。いやいや、ちょっとね、あんまりね、この先は邪魔したくないからね、俺もね。そう。ねえ。よし。2期のケツを叩いてきますね。これからが勝負だからな。政治家、先生は。うん。勝ったのがゴールじゃないからな。国民代表だから、政治家は。うん。俺政治家が好きじゃないから。嘘つくやつ多いから。知り合いが国政に入って嘘つかれたら俺はもう元も子もないよ。うん。許さんから。そう。だから、まあ、これが超忙しくなるからね、もう会えるときなかなかないと思うから。今ならまだ、政治家じゃない。今ならまだ、ただの40代前半の顔がハンサムな美容室の作るのがうまいおじさんだから。うん、今ならまだ、俺も会っていい。うん、今ならまだね。あ、あそこだ。前だ。前だな。あ、人いっぱいいる。うん。あ、もうめっちゃ怖い人いっぱいいる。寄せておこう。なんか俺だけさ、見た目、キモた、スーツ着た人ばっかりいたんだけど。まだ確認には分かんない。こんにちは。どうも、すいません、夜分に。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。あ、そうそう。ちょっと、まだ NHK が。はい、まあそうですよね。だからそれで今、はい、ちょっと外で。に出ると、もう多分あれなんですけど、今、一応 NHK だと、1って扱いで、最後 99% で、ちょっとだけずれてる感じなんですよ、どっちが一番なのかっていうやつで、ただ、一応、比例2位になると、もう今、競ってる2人で向かっちゃうんで、すぐ当確が出る。いいっすか、一緒に。じゃあ、牛していいですか？牛していい？りがとう。なんかもう顔緊張してますね。いや、してる。ちょ、NHK 待ちで。そうなんですよ。スタートラインですね。スタートラインですか。スタートライン。ちゃんと声聞いてくださいよ。おじちゃん、遊びに来てくれる？いや、もちろん僕は行きますけど。一緒に国会ツアーを。でもね、本当にちょっと、はい。やっぱみんなの声をね、聞きたいなというところ。そうですね、お願いしますよ。はい。じゃあ嬉しい。楽しみにしてますから。今日も今放送で、まあ、みんないろいろ支持はバラバラじゃないですか、うん、でもみんなおめでとうって言ってくれて、ね、嬉しいですよね、人としての付き合いですから、そこは、うん、僕だけこんな格好ですけど、最初事務所間違えたかと思いました。それはね、はい、なんか出たかな。1年半この活動、隣にいる翔くんとですね、2人で始まった活動から、私6年と22日間政治家を志して、これだけの時間がかかりましたが、本当にいろんな方につないでいただいて、なんとかやっと私の意見を、皆さんの意見を国に届けられる立場にまで行くことができました。本当にここからが勝負だと思ってます。私が今までのように何かをします、何かを約束しますと言っている立場ではなく、実際に立場をつけて皆さんの声を届けられなかった瞬間に、私は多分すぐこの地域で干されてしまうというふうに思っています。これからの人生をしっかりとですね、軸にできるように、全力で地域の声を聞く活動をさらに広げて、大きな力をつけていきたいと思います。ぜひ皆さん、本当にこれからがスタートです。力貸してください。これからの活動は私一人ではできないこともたくさんあります。しっかりとこの私の地元であるさいたま市南区、桜区、戸田市、蕨市、そして川口市の千葉地域の皆様に支えてもらえるような、そんな政治家になれるようにきっちりとやっていきます。もし何か皆さんに気づいたことがあったらいつでも怒ってください。そして何かこの地域の方々を私が背負えないような中途半端なことをしていたらまた言ってください。とにかく全力でこの地域でいただいたこの評分、まずはしっかりと結果を出せるよう動いていきます。本当に皆さん、今日はありがとうございます。万歳ということもあるんですが、我々は頑張ろうコールで澤田を国会に送り出したいと思います。私から頑張ろうと言いますので、皆様はそれに続けて返して頑張ろうください。3勝します。3回繰り返しますのでお願いします。澤田を国政でしっかりと仕事をさせていこう。頑張ろう、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 ちょっとヒヤッとしたけどね。も嘘じゃないから頑張られへんけど、頑張ってなからしか見られへんけど、おめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。頑張った堀ちゃんありがとう。どうもありがとうございます。澤さん、まず今日ありがとうございます。生放送切れてます。あ、切れてる。なるほど。力が強い。ありがとうございます。ここから頑張りましょう。ありがとうございます。全力で頑張っていきます。これからも。今日すみません、ありがとうございます。頑張っていきます。すみません、失礼します。一緒に頑張ってきたちゃん、みんな泣いちゃって。俺だけ帽子かぶって、俺だけジャージで、俺だけズボンスウェットだわ。これから忙しくなりそうだね、沢田兄貴も。ねえ、まあでもすごい瞬間を生で見れたわ。すごい瞬間を、いやー、わーと思って、なんかテレビではよく見るけど、あ、こういう風なんだと思ってさ。キャス主から。キャス主から。いやー、埼玉市長になった方がいいんじゃないのとか、埼玉の市議会議員、区議会議員もあるんじゃないといろいろやじったこともあるけど、諦めずに頑張った成果もあるよね。いやー、いやびっくりしたな、すごいね。大学党に出て、でもスタートラインだからね。いや、今の国民の目は厳しいからね。すぐダメになっちゃうから。いっぱい見てきてるから、我々もね。これからですよ。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキューです。